こんにちは、月島です。リファレンスのすすめ第2回目の動画です。今回は IK マルチメディア社のアークシステム 2.5 を使用してモニタースピーカーのリファレンスを撮ってみたいと思います。ちなみに現在アークシステムは先日バージョンアップが発売されて3になっています。私はバージョンアップしていないので旧式のソフトでのセッティングになります。今回の動画では5つの項目に分けて測定やソフトウェアについて見ていきたいと思います。それではまず部屋の測定がなぜ必要なのか考えていきます。なぜリファレンス設定が必要なのかということですが、自宅に DTM の制作環境を作るとき、部屋の形や壁の材質は様々ですので、反射音のコントロールを完璧にすることは難しく、モニタースピーカーが十分な性能を発揮できず、正確なモニタリングをすることが難しくなります。つまり、フラットな出音にならず、いびつな音をモニターすることになり、当然ミックスに影響が出ます。それを回避するためにアークシステムのようなアイテムが必要になってきます。アークシステムで部屋の音響特性を測定し、 DAW のマスタートラックにソフトウェアプラグインを使うことでフラットなモニタリング環境を作ることができるようになります。では次にアークシステムを使い測定する様子をご覧ください。それではまずマイクをオーディオインターフェースに接続していきます。こちらが測定用のマイクです。専用のマイクホルダーも付属しています。はい、オーディオインターフェースに接続します。では次にファンタム電源をオンにします。そしてマイクのゲインを適切な位置に調節します。はい、アークシステムのソフトウェアを立ち上げました。設定をしていきたいと思います。まず NEXT をクリックします。測定するマイクを選択する画面です。一番右のマイクを接続していますので、これを選択します。オーディオインターフェースとアウトプットの設定をします。今回の場合はこのままで大丈夫です。ここではマイクの入力レベルを確認します。ここからはスピーカーから音を出しますので、画面を切り替えて収録していきます。それでは測定が完了しましたので、スピーカーの名前を入力して測定結果を保存します。はい、フィニッシュで操作完了です。はい、それでは測定が完了しましたので、DAW を開きました。マスタートラックにアークシステムのプラグインを挿入します。はい、プラグインが表示されました。オレンジ色が先ほど測定したスピーカーの周波数特性になっています。低音から高音までかなりモコモコしています。そして白いラインがフラットに修正した周波数になります。ちなみにこのプラグインではターゲットカーブを選択することができます。高音域を少し下げた設定です。中域を少し下げています。中域と高域を下げた設定も選ぶことができます。はい、それでは実際に音を出しながら効果を確認していきたいと思います。
プラグインの操作はシンプルで、オンとオフを切り替えるだけです。オンにするとフラットになります。では、ドラムの音を聞きながら効果を確認していきたいと思います。まずプラグインを一旦オフにします。ドラムの音を再生します。はい。次にオンにして再生します。だいぶ音が違ってきていると思います。次は流しながらオンとオフを切り替えてみたいと思います。次にピアノのループの音でオンとオフを切り替えてみたいと思います。まずオフの状態で再生します。次にオンにして再生してみます。これもだいぶ音が変わってきています。再生しながらオンとオフを切り替えてみます。次にループを並べたものを作ってみましたので、これをオンとオフを切り替えながら聞いてみたいと思います。まずオフの状態です。次にオンにして再生してみます。だいぶ全体で聞こえる音も変わってきています。再生しながらオンとオフを切り替えてみたいと思います。まずオフです。モニタリング環境について第2回目の動画でした。参考にしてもらえれば嬉しいです。次回3回目はもう少し予算と手間をかけずに、とあるスタジオのモニター環境をヘッドホンの中に手に入れる方法を紹介したいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。